アメリカ人男性による日本の目玉焼きの食べ方にまつわるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回はそんな目玉焼きが食えるか、アメリカ人男性が日本人の目玉焼きの食べ方に驚愕、でも実際に食べてみるとの話題です。海外、やけに美味しそうなんだが、朝食の定番メニューの一つである目玉焼き、何をかけて食べるかは人により異なりますが、日本では醤油をかける人が圧倒的に多いそうです。今回ご紹介するのはアメリカ人男性による目玉焼きの食べ方にまつわるエピソードです。彼は日本人女性と結婚して日本で暮らしているそうですが、日本の目玉焼きの作り方や食べ方に驚いたと語っていました。一体どんなところに驚いたのでしょうか。早速ご紹介していきます。日本に来たのは仕事の都合だ。1年もしたらアメリカに戻る予定だったんだ。だが俺はそのまま日本で暮らすことを選び、会社に希望を出した。なぜかって、素晴らしい女性と知り合ったからさ。そしてアメリカに連れて帰るよりも日本で一緒に暮らしたいと思ったんだ。彼女もそう望んだし、何も問題はない。日本は初めてだった。最初はアメリカと違うことがたくさんありすぎて驚いたな。日本人は几帳面で時間に正確だって聞いていたが、交通機関も時間に正確なんだよ。電車もバスも時刻表があるだろう。日本の交通機関は全く時刻表通りに運行しているんだ。もちろんたまに遅れることもある。そんな時は電光掲示板やアナウンスで電車の遅延の理由や次の便の到着時刻なんかを知らせてくれる。電車内のアナウンスで遅延について説明があることもあったな。本音を言うと電車の遅延の理由には興味なかったが、次の便の情報を得られるのはありがたいと思った。コンビニの食べ物が想像以上にうまい。アルコールも簡単に買える。種類は豊富だし、季節限定商品なんかもあるから飽きが来ないんだ。コンビニはすべて年中無休、24時間営業。客としては便利だが、日本人はいつ休むのかと不安になる。他にも日本で感動したことはいろいろあるよ。でも一番感動したのは日本人女性の素晴らしさだ。礼儀正しくてルールを重んじる、真面目。自分の意見を主張しすぎない。これは男性にも女性にも当てはまる。女性の場合は細かいところまで気配りしてくれる気がするな。何をするにも丁寧だし、相手の気持ちを考えて行動する。これも男性にも当てはまるかもしれないな。今まで相手の気持ちを察して行動する女性に出会ったことがない。自分の意見を主張して譲らない女性が多かった。どっちかというと男性が気を使う感じかな、アメリカではね。でも日本人女性は違った。控えめで自分の意見をぐいぐい押し付けてくることはない。こっちの意見にしっかりと耳を傾けてくれる。人前で感情を爆発させることもないな。穏やかな性格の人が多いのかな。日本人は総じて俺より小柄だが、女性は特にそう。細くて華奢な感じ。そして黒髪の美しいこと。エキゾチックな顔立ちと黒く美しい髪。肌も綺麗だと思うよ。きっとちゃんとケアしているんだろう。魅力的な日本人女性は大勢いるが、俺のパートナーになってほしいと思ったのはたった一人だけだった。会社の飲み会で知り合ったんだよ。話をしただけで彼女こそ俺のパートナーだって確信した。結婚を前提に交際を始め、昨年ようやく結婚したんだ。国際結婚だから色々とやることが多かったが、すべて済ませて日本で暮らし始めた。俺はアメリカ、彼女は日本で生まれ育った。文化も言葉も環境も違うところで育った二人。一緒に暮らしていくうちに意見が合わないことも出てくるだろう。でも俺は彼女にベタ惚れしているから、彼女に合わせることが増えそうだ。たとえ意見が食い違っても、彼女の意見を尊重するだろう。そしてそれをストレスに感じることはないはずだ。食事は彼女に合わせるつもりだった。俺も日本で長く生活しているから、ライスと味噌スープが基本の食事でも問題ない。刺身もいけるし、納豆だって克服した。彼女が毎朝、ライスと味噌汁、納豆を食卓に並べたとしても、完璧に耐えられる自信があったよ。
一人暮らしが長かった彼女は、結婚してからの掃除と洗濯、料理をすべて引き受けてくれた。もちろん俺が料理をすることもあるし、休みの日には家事を手伝っている。最初のうちは朝食は和食が続いた。ところがある日のこと、彼女は俺に気を使って、たまにはパンの朝食にしようと提案してくれたんだ。嬉しかったね。いや、ライスが嫌いなわけじゃない。俺のためにメニューを変えてくれたことが嬉しかったんだ。前日のうちに美味しいパン屋さんでパンを買ってきたらしい。トーストとベーコンエッグ、サラダとフルーツ、ヨーグルトとシリアルまで用意してくれた。感動したよ。俺は彼女が入れてくれたコーヒーを飲みながら待っていたんだ。するとキッチンからなんだか大きな音が聞こえてきた。ジューっていう音。どうしたんだ？いつもそんな音はしないから驚いて見に行ったんだよ。するとフライパンに水を入れた音だという。水？何のために？フライパンに水を入れて蓋をすると卵が蒸し焼き状態になるそうだ。驚いたね。ベーコンエッグの卵を焼くのに水を入れるなんて聞いたことがなかったからさ。やがてベーコンエッグが完成。おお、うまそうだ。俺はいつものように塩を少しだけかけた。ベーコンにも塩気があるし、何もかけずに卵の味を楽しんでもいいくらい。だが次の瞬間、俺の向かいに座った彼女はあろうことか醤油を取り出したんだ。嘘だろ？彼女は実に自然な仕草でベーコンエッグの卵にだけ醤油をかけた。おいおい、やめてくれよ。そんな目玉焼きが食えるか？俺の驚きに気づかず、彼女はトロトロの黄身と醤油を混ぜている。黄身が半熟なのはそれほど気にならない。日本の卵は安全だからな。新鮮でうまいんだ。だがそこに醤油とは。そこで彼女は俺が凝視していることに気がついたらしい。聞いてみると、日本では目玉焼きに醤油をかけるのが一般的だとか。もちろん塩をかける人もいるし、塩、胡椒、マヨネーズ、トマトケチャップなど好きなものをかけて食べる人もいる。でも彼女はいつも醤油をかけるという。そしてうまそうに食べ始めた。俺が醤油をかけた目玉焼きを食べたことがないと話すと、食べてみると言ってもう一つ作ってくれたんだ。でも、やはり醤油はないだろう。そして出来上がり、彼女のように黄身に醤油をかけて思い切って混ぜてみた。食べてみる。パク。おお、うまい。なぜなんだ？思っていた味じゃなかったな。なんだ、醤油もいけるじゃないか。というか、もしかしたらベストかもしれない。俺たちはベーコンエッグの朝食を味わいながら目玉焼きについて話し合った。日本でいう目玉焼きは、どんな焼き方をしても目玉焼き。黄身を壊さずに焼いてあって、見た目が目玉のようだからそう呼ぶらしい。アメリカでは焼き加減で呼び方が違う。例えばサニーサイドアップ。これは卵の片面だけ焼いてあって、黄身は半熟状態だ。両面とも焼いて、黄身が半熟なのがオーバーイージー。もう少ししっかり火を通したのがオーバーミディアム。黄身は柔らかい。黄身も白身も両面焼きでしっかり火を通してあるのがターンオーバーだ。オーバーハードは弱火でじっくり焼いて、黄身に完全に火を通して固めに焼き上げたもの。俺の説明を聞くと、彼女は名前が多すぎると言って笑っていたよ。目玉焼きに何をかけて食べるのか、これもちょっと調べてみた。人によって違うが、国によってもかなり違うらしい。俺は塩、あるいは何もかけないで食べる派だ。彼女は醤油派。そして日本では圧倒的に醤油派が多いらしい。シンプルに塩だけ、または塩コショウ派も少なくない。冷蔵庫にあるもの、例えばマヨネーズ、トマトケチャップをかける人もいる。とんかつソースをかける人も。醤油とわさびをつける人もいるそうだ。まるで刺身か寿司だな。焼き方も人それぞれ好みがある。彼女はいわゆるサニーサイドアップかオーバーイージーが好きらしい。黄身がトロッとしているくらいが美味しいという。日本ではどちらかというと、黄身が半熟の目玉焼きが人気のようだ。生卵を安心して食べられる国だしな。他の国では半熟はあまり一般的ではない。しっかり加熱しないと危険という理由でね。焼き方にもいろいろある。彼女の場合はフライパンに油を少し入れて、卵を入れて、水を入れて蓋をする焼き方。母親から教わった焼き方だそうだ。アメリカだと水を入れない。フライパンに油を入れて、卵を入れて、少ししたらひっくり返す。
それだけ。俺はいつもこれだ。ロシアの目玉焼きは油かバターを使って焼くらしいよ。半熟にしてパンをつけて食べることもあるそうだ。スペインの目玉焼きはオリーブオイルを多めに使って焼き上げる。というより揚げる感じ？たっぷりのオリーブオイルを高温に熱して卵を入れて揚げるらしいよ。黄身が半熟で白身はしっかり火が通っているとか。韓国では両面を焼いてしっかり火を通すのが普通だが、ビビンバっていう料理に乗せるときはかなり生に近い目玉焼きを作るそうだ。国によって作り方が結構違うんだな。それからしばらくの間、週末の朝食は目玉焼きにすることにした。塩以外の食べ方を試したいからさ。醤油はもう試したが、半熟の黄身に小さな穴を開けて、そこから醤油を入れて混ぜるっていう食べ方もやったよ。あとはチリソース、トマトソース、トマトケチャップ、ブルドッグソースやポン酢、ドレッシングも試してみた。どれも悪くないが、ブルドッグソースがうまいと思ったね。目玉焼きはシンプルな料理だから、どんな調味料とも相性がいいんだろう。しっかり加熱した黄身が固い目玉焼きと醤油の組み合わせも試した。醤油は液体だから固く焼き上げると卵となじまないことが分かったよ。いろいろと比べた結果、彼女と同じメニュー、醤油かけ半熟目玉焼きがうまいと感じた。しばらくは醤油で行くつもりだ。パンにもライスにも合うところが気に入ってるよ。それにしても、目玉焼きも日本式がうまいとは。日本の妻と日本の目玉焼きは最高だね。以上がエピソードの概要です。この話題に海外からたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。日本式の目玉焼きはやけに美味しそうなんだが。おかげで日本の目玉焼きの作り方が分かったよ。醤油だね。試してみるよ。水を入れるなんて知らなかった。でもちょっと不安だな。いつ見ても日本の卵はすごく美味しそう。日本の焼き方が一番好きなのよ。最高に美味しいのよ。最高に。黄身はトロトロな方が好き。そして醤油を少しかけるの。これは日本で覚えたのよ。以上が海外の反応です。エピソードをご紹介したアメリカ人男性は、日本の目玉焼きの食べ方に驚いたそうです。焼き方や調味料を変えて、いろいろな味を楽しんでいるようですね。私も目玉焼きには醤油派です。半熟がいいですね。皆さんの目玉焼きの食べ方はどんな感じですか？よかったらコメント欄で教えてくださいね。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか？ちょっとでも面白かったら、高評価ボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。